おはようございます。 SBFJ 利根川です。今日は印旛放水路の一部でもある新川、通称印旛新川で竿を出していきます。護岸されている部分まで降りていきますが、さっきまで雨が降っていたのでパラソルの柄を杖代わりにして慎重に進んでいきます。でもこけました。それではじゃあ1投目やらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほっ、いやでも雨止んでほしいですね。そうですね、8時ぐらいには止むっていう、今7時なんで。今日の印旛新川は流れがないのと、最近ドボンの動画ばかりになっているので、今回はバランスの底釣りでやっていきます。餌は両グルですが、一つ前のオッペ川でやった時はシルキーマッシュグルテン2がほとんどでしたが、今回は逆でシルキーマッシュグルテンの1が75、2を25入れてそこそこばらけるようにしています。1、2、3があればばらけ具合は調整できるので楽ちんです。とはいえ利根川が自信を持って使えるグルテンは芋綿1対1のブレンドです。もちろんバッグにはマルキューの芋グル綿グルそれぞれ忍び込ませております。でもなんか一旦止んだのに降り出すのって嫌ですね。そう、来るとき降ってて用意してるとき止んでたじゃないですか。最高でしたね。あのままあれが続いてくれればいうことなしだったのに降っちゃうから、21パラソルさせて扱いにくい。本当だ、動いてる。ああすごい。おおおおおああああ可愛いヘラっすか。ヘラっぽくないっすか。マブナかな、ヘラかな、ミックス。そんな相田さんのヒット横目に、まだ2投目にして浮きがよく動いてました。もしかして釣れちゃうんじゃないとドキドキしていると、その瞬間が訪れました。それではどうぞ浮きの動きをご覧ください。マブオさん、マブオさんかしら、あなた。マブオさん、あります、あります。怖い。大丈夫かな、カメラもずれてないかな。いや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 。これ取れてないな、手前だから。いや、あげてたんで食いそうだなと思ったら、うん、ちなみにかからずして寄ってしまいましたね。あぶなくん、20センチぐらい。 Thank you。 ほう、ほわ、ほわ、ほわ。よし、続け。2投目で釣ったノズリはなかなかないですね。なかなかないですね、確かに。いやでも1個目釣れて幸先いいですね。雨でしょぼくれた気持ちもこれで盛り上がりますよ。そうですね、サイズアップしたいですね、まず。うん、ただあのこの R の強さはいらないなって。ああ
誰よりも早く釣りたいはやっぱり難しいですね。そうっすね。そうなんすよね。マジで暑いじゃないですか。半袖で十分っすもん。あ、でもなんかこれ底釣りの練習になりそうっすね。あ、でもそっか、バランスだとつっつくあたり動きも出ちゃうんですけど、ドボンにするとつっつくあたりは出なくなるんですね。マイルドですか。当たりはマイルド、動きはマイルド、触りはマイルド、まあ、触りはマイルドっていうか触らないのか。ジャミッター。はい、なんだこれ、なんじゃろか。これモツゴっすかね。モロコかな、タモロコかな。口細じゃないような。あ、マジで食ってます。口インですね。口イン、センキュー。あー、今の取るべきだったか。そうっすよね、動きっぱなしなんですよね。あー、今の戦略的ドボンってやつですね。動かないのも辛いですけど、こんな動くことが辛いとは思いませんでした。ドボります。そういうことだ、前と同じことやっちゃった。あの 0.5 号じゃ浮きが沈まないっす。これだけ魚が寄るというふうに考えると、バラケはあまり意識しなくてもいいので、芋と綿のブレンドにします。ただ芋で鯉を寄せそうで怖いです。これは消し込みますよ。ドカンですよ、ドカーン、ドカーン、アジョン、グッドタッチ。ベストタッチって何でしたっけ。餌か、台湾の餌か。いや、聞いたことあるんですよ、ベストタッチって。私もやってないですね。あ、花花おひのが気に入ってましたね。まあ、マブナの蒔絵ですけど、まあ、多分蒔絵でもよく散ったんでしょうね。で、上からパーッと開いてミミズで食わせる。そうですよ、私手でマッシュとか投げてミミズセットしてたんですよね。最初はミミズにがつかみにくいんで、キューちゃん粉をミミズにまぶして針につけてたんですけど、そうなんですよ。で、投げるたびにミミズも死んじゃうんで、死んだら、まあ、やっぱ針通してるんで死んじゃうんで、ミミズにキューちゃんの粉をつけて打ってたんですね。でもそれこそ5ミリぐらいのカスみたいなのでもそれで食ってくるんで、まあ、まさに両うどんですよね。そんな感じでマブナ釣りをしていた時もいろいろと考えて工夫しながら地元の池で数釣りを頑張ってました。今やすっかりヘラブナにどっぷりで、もうやってませんけどね。ということで、間もなくドボンの初ヒットです。浮きの動きをご覧ください。無理やり走らせてるんですけどね。あ、ちょっと曲がり取りたいんで。曲がってないんですよね。ハンフィー。お、抜けた。ずっこけずるり。あ、でも後ろに仕掛け引っかかんなくてよかった。それだけか。怖いよな。ああ。
まあ動画を見ていただければ本当に入っとるやんってなりますよ。したやん、なんで乗らないやんつって。こんぐらいの雨ならいいっすね、パラソルもなくていっかっつって、すげえプチプチしてる。すげえ溜まってんな、なんか。ああ総出でやられてますわ。当たる当たる、多分当たる。リーチ。あ、今あそこに2匹います。右から左向いてんので、左から右向いてます。あー、それはさっき切った餌だよ。うん、今打ったのはまた違うんだよ、それじゃないんだよ。あ、そうですね、やっぱ柔らかくてほぐれてますからね。こんなこと言って信じられたらどうします。刻んだ刻んだ刻んだ。大地、お魚、お魚だよ。俺かな、しまったら恥ずかしいな。マブちゃん、そうっすね、こいつがさっきからずっといたんでしょうね。おマブちゃん、センキュー、ありがとう。走った。遅いっすね。いや、あれだったんすよ。誘って送ったのに戻ってこないんですよ。帰ってこないんですよ。浮きが。やべえってなってやったら乗される感じでした。取れてる可能性は高いですね。乗される時マガオール率高い、高いですね。おーみたいな、やられたみたいな。マブラ、マブラでもいいんす、僕は楽しいです。ありがとうございます。お帰りください、また来てね。そうですね、ちょっと今の25ぐらいありましたかね。いや20です、また当たってら。触ってました今。マジで総出ですね、あそこに多分50人、50匹ぐらいいますよ。ああ、お手つきしました。見られてた。今動いてましたね。多分食い上げてましたね。ありました、画面見て、見てなかったっす。ああ、そう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 、なんかカピカピしてんなみたいな。
キッパシリもうちょっと、もうちょっと大きく走ってほしかった。ガンバリアもガンバリアじゃないですか、これ。推定18センチですよ。マブラさん、ありがとう。ガンバリアな、でも口入ってるか。ガンバリアがこれ同じ子じゃないか。うん、双子かもしれないですね。仮想でで、あの10人兄弟かもしれないですから。事務所総出だった。ヘラらしいヘラは出ません、出ませんが、ありがとう。走りますね、ほんと。ああ、そうですよね。ああ、あ、これ、これは、いや、ちょっとサイズアップした気がします。曲がりが違いますよね。ちょっと真面目にサイズアップかな。頑張り屋だな。ただの頑張り屋です。頑張り屋の中のサイズアップみたいな。推定25。いくらすれといえどもこのサイズで頑張り屋さん、ありがとうございます。元気でね、またよろしく。そうですね、ゴリゴリのゴリ、そうですね。で、D ベックマーク入れて捕まるんすよ。危ねえ、見てなかった。で、D ベックマーク入れて捕まるんすよ。危ねえ、見てなかった。あれ、おひげがある。おひげがあるわよ。ほいっこちゃん。ああ。が生えた小一子ちゃん、20センチかな。小一子ちゃん、メーター超えるまで大きくなれよ。とりあえず私も最後なんで、私も最後なんで、最後の一投させていただきます。本日ラスト一投、よろしくお願いします。よろしくお願いします。届け。はい、釣れた。これ釣れた、もう釣れた。まあ間違いない。はい、絞った。はいはいはい、泡出てる、泡出てる。これ魚来る。あ、なんで最後の最後からかよ。から積んでございました。一日ありがとうございました。ということで、今日は印旛新川で釣りをしたら最後までヘラブナの顔を拝むことはできませんでしたという動画になります。もうじき寒くなって小魚やマブナの動きもなくなってきて、ヘラブナ率がかなり高くなっていく釣り場だと思うので、印旛新川これからの時期が楽しみですね。
次回は小備津川で40越えを狙えになります。ぜひぜひ見逃さないようチャンネル登録よろしくお願いします。そして重ね重ねにはなりますが、画面下のボタンから高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。